聞くの？あ、やばい。えい。えい。本当にやばそうです。このガレージマジで呪われてるかもしれないです。マジで気持ち悪い。なんでこんなものがガレージの2階に。皆さんこんにちは、おっちょさんです。ガレージ再生企画第2回目ということで、今日はですねガレージの2階を片付けていきたいと思います。はい、ガレージの2階なんですけれども、現状はこんな感じになっています。はい、こんな感じです。で、最初にねガレージの契約動画を見ていただいた皆さんなら、あれちょっと綺麗になってないと思うと思うんですけれども、そうです、ここら辺ですね、階段脇のエリアに、かなり段ボールとか、あと謎の音響機材とかがですね結構溜まっていたんですけれども、動画外でですね、ちょっと家族とか身内のものに手伝ってもらいながら、まあ、あまりにも大量にありすぎる段ボールとか、あと、ここら辺にあった音響機材とかをですね廃品回収業者さんに持って行ってもらったりとかして、少しだけここら辺はお片付けしました。なのでね、ちょっと広くなったなっていう感じがするんですけれども、まだまだこんだけゴミがたくさんあります。はい、それでですね、前回ガレージ再生第1回目ということで、母屋のトイレを大改装するということで、ホコリまみれだったトイレを大掃除して、トイレの便器を外してっていうことをやったと思うんですけれども、あの後ですね、いろいろちょっと考えまして、トイレの設置場所なんですけれども、やはり母屋にトイレがあって、でガレージで作業をしてトイレに行きたくなったら母屋に行くっていうよりかは、やはりガレージ内にトイレがあった方が今後の作業をしていく上でかなり便利なんじゃないかなということになりまして、でここですね、今私がいるこのガレージの2階に、トイレをつけようかなとちょっと考え直しましたので、その兼ね合いもあって、今回はこのガレージの2階を掃除して、トイレを設置できるスペースをですねしっかり作っていきたいなと思います。で、設置場所なんですけれども、だいたいここら辺ですかね。一番奥のこの何かよくわからない鉄の木と、あと段ボールと、あとなんか長い竹の棒みたいなものが今置いてあるここら辺のエリアに設置しようかなと現状では考えておりますので、ここら辺をですね今日は特に綺麗にしていきたいなと思います。で、ガレージの1階にじゃあトイレ設置した方が便利なんじゃないかなっていうご意見もあると思うんですが、あのガレージの床が、コンクリートでできているんですね。で、今回私たちがあのガレージの再生のために買ったトイレっていうのが床排水のトイレになっておりますので、さすがにちょっとコンクリートをですねゴリゴリ削ってトイレを設置するのはちょっと私には無理かなっていうことで、このガレージであれば床木なのでね、切って排水の設備とかやることができそうなので、ちょっと今回は面倒くさいんですけれども2階にトイレを設置しようかなっていうことになります。ということでですね、今後の流れとしては、ここを片付けてトイレを設置して、壁に配管を沿わせてトイレの配管とかですねやっていこうかなと思っております。ちょっとね私あんまり専門知識がないので、知り合いの設備屋さんとか、建築屋さんとか内装屋さんとか、そういった方々の知恵をお借りしつつ、家族の力も借りつつ、手伝ってもらいつつやっていきたいと思います。はい、ということで今回はですねガレージの2階にトイレを設置するために、このゴミだらけの2階をしっかりきれいに掃除をするということでやっていきたいと思います。ちょっと何分ね素人 DIY なわけなので、こう想定通りに物事が進まないこともあるかと思うんですけれども、ぜひちょっとね温かい目で見ていただければなと思います。はい、それでは今日も一日頑張ってやっていきます。はい、それでは早速片付けを開始していきたいと思います。まずはここら辺のトイレを設置するであろう一番奥の角っちょのエリアから掃除をしていきたいと思います。結構ね大きい木材とかがたくさんあるので、これをどんどん階段の方に運び出していきたいと思います。長っ、何これ、よいしょ、頭にボトって落ちてきたらやだな。なんかあそこら辺にでっかいゲジゲジがいたんですよ。ゲジゲジだかクモだかわかんないんですけど、
頭に落ちてきたらやだな。どっか隠れちゃいましたね。いや私基本虫平気なんですけど、ゴキブリとゲジゲジだけはもう絶対に無理なんですよ。なんでもうやだな。突然悲鳴が聞こえたらごめんなさい、音量注意出しときます。まあいいや、気を取り直して。お、結構重い。すっ、ねえマジで怖い。これは何だろう、何ですかね。これ障子のあれかな、障子の扉、なんかそんな感じがします。これも木材なんで薪ストーブの材料として燃しちゃいましょう。よいしょ。これは燃えるゴミ。これも燃せそう。何の木なんだろうこんなに。ちょっとさすがにホコリがやばいので、この防塵防炎マスクっていうのかな、この普通の私が今つけてるこのマスクよりも強力そうなマスクにちょっと変えたいと思います。すごい紐がこんな感じになってて、耳に引っ掛けるんじゃなくて頭の後ろを通すような感じになってますね。こんな感じ。ちょっとでかい。ここがガボガボです。指が2本分ぐらい入っちゃいます。まあちょっと大きいですけど、ここの鼻のとこの密着度はすごいピタッとしてるんで、もうどんな粉塵も寄せつけないっていうような感じですね。なんか水泳のゴーグルつけてる時みたい、このゴムのやり方が面白いです。じゃあこれで掃除します。ビニール紐がこんなバラバラになっちゃって、経年劣化ってすごいな。よいしょ。これは段ボール。これなんだろう、サイディング建材ですかね。なんだろう、なんだろう、なんか発泡スチロールみたいなものと、あ、発泡スチロールじゃない、これプレハブ小屋とかの外壁に使われてるような感じのものな気がします。この材質、えい、えい、えい、よいしょ。離れにソーラーパネルつけたじゃないですか。あの離れの外壁がこんな感じなんですよ。サイリングって、あ、やばい。こんな感じの、よくプレハブ小屋とかなんかそういったものの外壁によく見る感じの材質をしてます。これあの離れ作った時に余ったやつをずっと保管してたのかな。なんか長さ的にもそんな感じがしますね。まあ邪魔なんで、ちょっとこれ処分に困るな。どうやし、どうしよう。これも段ボール。これなんだ、ビニールプールかな。ビニールプールですね。動物が書いてある子供向けのビニールプールっぽい。きっとこの前のお家の人もあれですね、子供がちっちゃい頃に庭先で、こんだけ広いガレージとお家ですからね、庭先で夏場は使ってたんじゃないでしょうか。よいしょ。これ布団？布団とベッド？テーブルか。なんで布団？しかもめっちゃシミがある。よいしょよいしょよいしょ、どっこいしょ。もう麦わら帽子が劣化しすぎてパキパキですね。ほらすごい
謎の繊維がたくさん出てくる。よいしょ。これスーパーにあるカゴ置いとくやつだ。こりゃ。これなんだろうか。これ何の機械だろう。ホースがついてて、先端が何だろう。これ農業で使うやつなのかな。まあこれは鉄くずで持って行ってもらえそうだから、ちょっと玄関先に置いとこう。これも鉄くずでいけんのかな。なんだろう、ポンプ？塩ビ管がついてて、あ、ポンプですね。ポンプって書いてある。これも鉄くずでいけるかな。よいしょ。次、いけ。これは木材。木材エリアへ。これも木材。と、よいしょ。よし、とりあえずですね、このトイレを設置するであろう奥のエリアですね、ここは一通りきれいにすることができました。いやー、大変だったです。結構ね、猫ちゃんの乾燥してカピカピになったあの糞とか、あとそうですね、おしっこで汚れた段ボールとかが大量にありまして、結構大変だったんですけれども、まあ、こんな感じできれいにすることができました。あとここにあった鉄くず関係は、廃品業者さんにまたちょっとお電話して取りに来てもらって、片付けをする。で、木材は細かく丸のことかで切って燃やして薪ストーブとか、まあ、そういったのの材料にしちゃいます。で、段ボールここにちょっとこんな感じでまとめたんですけれども、こんだけありました。このエリアにあったもの以外にも結構あの集めてたので、このスペースにドンとまとめちゃったんですけども、こんだけあります。すごいですね、大量です。でこれはですね、ちょっと小分けして
毎週毎週のゴミ捨ての日にまとめて出すか、あとは、段ボールとかだったら無料の回収業者さんがいるので電話して取りに来てもらって、まとめて持ってってもらうかって感じですかね。あとはゴミ捨て場に自分で持ってくかっていう感じになると思うので、まあ、ちょっとどうしたらいいかちょっと考えてこの段ボールは処理したいと思います。今片付け始めようと思ってカメラを設置しようとしてたんですけど、そしたらちょっとやばいものを見つけてしまいまして、もう私 YouTuber としてあるまじき一番いいリアクションをカメラで撮り損ねるっていうことをしてしまって申し訳ないんですけれども、ちょっと本当にやばそうです。このガレージマジで呪われてるかもしれないです。わかりますか？やばくないですかこれ。ちょっとズームしますね。これ髪の毛落ちてるんですよ。やばくないですか？しかも結構大量、ちょっと一塊くらいがバサッて落ちてるような感じで、え、マジで気持ち悪い。なんでこんなものがガレージの2階に。ちょっと棒かなんかないかな。あ、これでいいや。よいしょ。ちょっとこれで触ってみたいと思います。マジで気持ち悪い。なんで？ん？今これこの髪の毛ひっくり返してみたら、ここにヘアピンみたいなのがついてて、これもしかしたらウィッグか何かですかね。呪われた髪の毛かと思ったらつけ毛でしたね。完全にこれヘアピンがあるので髪の毛にこうパチッとこうつけるタイプの、こうやってつけてパチッと止めて使うタイプの付け毛ですね。なんでこんなものが2階のガレージのこの床のところに落ちてるんだよ。もう怖いわ、紛らわしいわ本当に。はい、ということでこれはただの付け毛でした。このガレージは別に呪われていたわけではありませんでした。よかったです。まあこれはゴミですね。はい、はい、ということで謎の髪の毛事件もただのウィッグということが分かったので、これで気持ちよくこのガレージの2階の端っこ側掃除できるかなと思います。じゃあ次回はですね、こちらのこの荷物が結構散乱してる家具とか家電とかが結構置いてありそうなこのエリアをですね掃除していきたいと思います。今日見つけたこの謎の付け毛はゴミに出しておきます。はい、ということで次回の動画にご期待ください。バイバイ。